ちは、チャックバスです。今日はね、ガイドブックの選び方について話していきたいと思います。持ち歩ける小さいものがいいか、大きめの雑誌サイズの方がいいか。今本屋さんに行くとね、ニューヨークのガイドブックすごいたくさん出ますんで、まあ、サイズ的な観点からね、どちらがいいか見ていきましょう。それでは小さなガイドブックから見ていきたいと思います。まあ、メリットとしましては、持ち歩込みが楽で、まあ、歩き回るのに、ね、適しているということで、デメリットに関しては、文字が小さく、やっぱり読みづらい。でコンパクトゆえに、まあ、写真なのが少なく分かりづらい。で本当に小さいガイドブックだと、まあ、正直全部を網羅してないっていう可能性もやっぱりなくはないので、僕も1回目の時とかは、本当に小さいガイドブック1個で行ったんですけども、2回目3回目とかだと本当に何冊もね、いろんな雑誌買って読んで、まあ持ってかなくてもいいんで、まあなんていうんですかね、この雑誌には載ってるけどこの雑誌には載ってないツアーとか正直僕あったんで、そういうのは本当に買って読んで見て行った方がいいですね。僕知らなかったんですけども、ニューヨークタクシーあるじゃないですか、イエローキャブ、あれのウォータータクシーっていう本当に小さいクルーズ船みたいなツアーがあるんですけど、それも僕最後の時まで知らなくて、まあ乗ってたと思うんですけども、見落としもあったりして、そういうのもやっぱりありますんで、まあ見落としたのは僕は悪いんですけど、まあ乗ってる乗ってない、本当に一つの雑誌しか読まないとそういうこともなりかねないんでね、そういうところをですね、気をつけて見ていっていただきたいと思います。はい、今回はもう簡単にまとめてっていう感じなんですけども、まあ、大きいガイドブックは、まあ、さっき言った通り小さいガイドブックの、まあ、メリットデメリットがそのまま反対になったのが大きいガイドブックになると思うんですね。で私の結論を言うと、個人的な意見だとやはりどっちのガイドブックもいいです、必要です、両方買った方がいいと思います。なぜかっていうと、やっぱり、まあ、まずマップルっていう雑誌があるんですけども、それ地図アプリがついてまして、雑誌自体がで、それを QR コード読んで、まあアクセスナンバーみたいに入れるとそのアプリが携帯に入ってみたいな、でそのアプリが現地で携帯が使えて、それが地図にもなって、で乗ってるお店もナビまでしてくれるっていう、これ僕最後の時まで使わなかったんですけども、本当に便利なんですね。やはり初めて行かれる方はやっぱり右も左もわからない状況が多いと思いますので、これ本当におすすめです。で Google マップ等々でも対応できるとは思うんですけどもね、正直私はこっちの方が便利だと思いました。はい、すいません、まとめといって2ページまで行ってして申し訳ないんですが、小さいガイドブック、大きいガイドブック両方持ってった方が僕はいいと思います。で飛行機とか、まあ、ホテル、あとは待ち時間ですね、まあ、特に出発の待ち時間とかそういう時に、見落としがないかとか、そういう意味でももう一回ニューヨークの雑誌見ることをお勧めしますね。あと本当にここ来た、あそこ行きたいって何食べたい、これ食べたいってあると思うんですけども、本当にそのお店に行って何が食べたいのか、本当に目当ての商品を決めて、でそれをですね、携帯なので写真を撮っておきましょう。でその写真に名前つけておいて、レストランの名前でもいいので、それで現地のお店に行った時に、正直僕も何回もあったんですけど、この料理なんて言えば伝わるのか、まあ、ステーキとかハンバーガーとかだったら、まあ、すぐ分かると思うんですけども、僕はスペアクイーンズバーベキューっていうお店でスペアリーブのなんかグリルプレートみたいなのがあったんですね。それがどうやったら伝わるのか分かんなくて、で注文の仕方も、まあ、僕は初めて行くんで分かんなくて、それで結局頼んだものが
まあ、写真載ってるものは1品頼めたんですけども、もう1品は結局頼めなくてっていうのもあったんで、やはりもしその行った時に分かんなくなるようだったら、写真撮ってこれくださいって言えば、まあ、店員さんも分かってくれますんでね、その方が楽です。日本ですごいあるようなメニューだったら別にいいんですけど、そうじゃないメニューの場合ね、大変便利なんで、そうしてた方が楽だと思います。で、観光中ですね、観光中は小さいブックを持ち歩きましょう。まあ分厚い地球の歩き方、ちょっと分厚いですけど、でもこれやっぱり情報量も多いんでね、何かあった時のためにと思って僕はいつも地球の歩き方持ち歩いてます。まあちょっと時間空いた時に、あ、これしよう、あれしようと思った時に、一応情報網羅してるんで大変便利ですね。で、本当に個人的な意見なんですけども、小さいガイドブックの地図取り外せないのはちょっと厳しいんでって言いましたけども、地球の歩き方の地図は取り外せますんで、本体とは別にしてね、持ち歩くことができますので、地球の歩き方はコンパクトで小さいんですけども大変おすすめです。それでは今日の動画はこのぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。